学生野球とは、その国における、大学、高等学校及びそれら準ずる学校法人組織に所属する野球部が主体となって開催される野球競技の一般故障である。日本において、競技の意味で大学野球のことを示すことがあるが、日本国内の一般的な扱いは運営組織の構成上の関係から、大学野球と高校野球を合わせたものを呼ぶ。 日本野球発祥の地この記事では日本国内の状況について解説する。まず、日本語の語彙解釈の点から解説すれば、学生とは一般的に大学生のことを表し、生徒は一般的に高校生のことを表すと定義されているが、学生とは大学生のみを表すという定義は一切されておらず、その観点から日本においては大学野球と 高校野球を統括する組織を日本学生野球協会と命名し位置づけている。運営する組織体系の観点から説明すれば前述の定義になるが、講義の点から言えば、戦前から終戦直後にかけての旧学生による高等学校野球、専門学校野球、市範学校野球も学生野球であり、戦後の学生改革を経た新学生による専門学校。 専修学校、各種学校にもクラブ活動における野球部は存在するため学生野球であることには変わりない。運営組織の体系上で日本学生野球協会がそれらを対象としないだけである。以上の定義解説を踏まえた上で日本において一般的には運営組織の構成を前提にする場合が多い。従ってあくまで学生野球とは大学野球と 高校野球を合わせたものであり、その他の各種学校法人の生徒、学生がクラブ活動で行われる野球競技活動とは区別する場合がほとんどであると考えた方が無難である。あえて同用語を使用して、その他の学生野球を解説、紹介する場合は、その歴史的経緯や現場での運用現状を理解した上で突起などを用いて解説するのが望ましい。 野球部の総部に関して歴史的な資料価値の観点から創世期のみを記載対象。また、公明は当時の公明ではなく現在の公明で統一する。すべての学生野球関連の団体は他の多くのスポーツ競技連盟とは異なり、直接に日本オリンピック委員会や日本体育協会には加盟せず独自の理念や規範に基づいて運営しているところが、 ほとんどである。総合的な国際競技大会等への参加についての諸問題に関しては、上位に関連別団体との合同で別組織を設立し、そこが加盟団体となることで対処している。日本の学生野球を含むアマチュア野球界は、長年、社会人野球、大学野球、高校野球、少年野球、学童野球、女子野球、 その他の学生野球の団体が複雑に絡み合って発展し、かつ、それぞれが独立して運営されてきた。したがって、学生野球と関連団体の売り体系を説明する場合、アマチュア野球界としての関連の中で説明した方が、全体の構図としてわかりやすく、重複部分も多いので、アマチュア野球のコーデの当該説明を参照すること。ありがとうございます。